リトアニア教育大学リトアニア教育大学はリトアニアの首都ビリニュースにある教育学を専門とする国立大学。学生数は約1万1000人。1935年、クライペダに共和国教育大学が設立された。1939年3月にクライペダがナチスに占領されると大学はパネベジースに移転。その後、 それまでポーランドに占領されていたビリニュス地域がリトアニアに編入され、1939年秋、大学がビリニュスに移転され、ビリニュス教育大学に名称変更された。1940年、ソビエト連邦の進行、占領により、ソ連の基準によって教員が養成されることとなり、教育大学も再編されるなど影響が及んだ。また、この再編により、 大学に在籍する学生数は増えることとなった。リトアニアが独立を回復すると、大学は再び再編され、1992年5月20日、ビリニース教育大学に名称変更された。2011年、ビリニース教育大学はリトアニア教育大学に改称した。2019年、ビータウタスマグヌス大学に吸収され、ビータウタス マグヌス大学教育アカデミーとなった。ありがとうございます。